こんにちは、村上です。今回ご紹介する動画はこんな感じで落書きをアニメーションする方法です。ちなみにモデリング先はブルーノマーズの That's What I Like なので、ぜひとも暇な時に検索してみてください。ぜひとも楽しみながら作ってみましょう。早速落書きアニメーションをつけるために基本的な動きをつけた動画を準備しましょう。今回は私がダンスしているこちらの動画を使っていきます。ただ単に踊っているのを使おうとしたんですが、いろいろと遊んでいるうちになんかこうミラーボールとか人数とか増えてしまったんですけども、まああまり気にしないでください。まず最初に手を叩くときに丸い花火のようなアニメーションを作るので、手を叩くところで時間を止めます。そしてアニメーションを作るときに主に使うのは字幕を書くときにも使うレガシータイトルです。上のファイルから神経と進んでレガシータイトルを選択することで別のウィンドウが開いて字幕を挿入することができます。ここで元のダンス動画に合わせて落書きをして、その落書きをアニメーションしていきます。まずはペンツールで点と点を書いて線を作りましょう。ここで一旦書くのをやめたいときは、まあキーボードの V とかを押すと一旦ペンツールは解除できたりしますので、これを繰り返していきます。線を丸く配置してこんな感じで花火状にしていきます。すべての線をドラッグして選択したら、線の太さを調整したいので隣にある数値をいじって線の太さを調整していきます。まあ線幅は10ぐらいで統一しておきましょう。このままだと線が長方形なので、線の端をラウンドに設定して丸っこい線にしておきます。そしたらこのタイトルを動画の上に持ってくることでタイトルを挿入することができます。まあこれを見てみるとサイズがでかいのと位置がちょっと違いますので、モーションやスケールを動かすことで手の位置を合わせておきましょう。続いてこのラインを動かしていくためにエフェクトパネルから円というのを入力すると、ビデオエフェクトの描画の中に円というエフェクトが現れます。これをタイトルにドラッグ&ドロップをして、パネルの一番下にある描画モードをステンシルアルファに設定します。あとは円の中の半径を動かすことで出現させたり非表示にできますが、花火のように円の真ん中から出現させたいので、アンカーポイントを真ん中のところに動かしていきます。円のところをクリックすることでアンカーポイントが現れますので、これを手の中心へと動かしておきましょう。あとはこの状態で半径の数値を調整することによってアニメーションをかけることができます。スタート地点では半径を小さくして落書きを見えなくしておいて、そこで一旦キーフレームを打っておきます。そうしたらいくらかフレームを進めて、そこで半径を大きくすることで円形の落書きが全て表示されます。この円のアニメーションで落書きを表示したら、今度はこの落書きを消すためにもう一度円のエフェクトを追加します。そしたら一つ目の円と同様に円を反転というところにチェックマークを入れておいて、ステンシルアルファを加えてアンカーポイントを中心の位置に合わせましょう。あとは先ほどと同じように落書きを消したい位置のところでキーフレームを打っておいて、そこから最後のところで落書きが消えていくように半径の値を徐々に広げていきます。落書きアニメーションのスピードを変えたい場合はキーフレームの間隔をもっと狭めてもいいですね。余分な部分はカットしておきましょう。はい、そしたら一つ目が完成です。もちろんこのタイトルをオルトキーなどでコピーすれば何度もアニメーションを使い回すことができますので、一つ作ればとても安泰です。とはいえ2つ目を見てみると、今度は若干手が下がりながら叩いていますので、このアニメーションを手に合わせていきます。ということでモーションの位置のキーフレームを打つことで手に合わせて花火を動かしていけば OK です。すると今度は指パッチンのところなので、ここも新しくアニメーションを作りましょう。先ほどと同様にレガシータイトルでささっと線を書いておいて、そしたら指パッチンの部分にアニメーションを導入して、位置や回転、スケールなどで指の部分に合わせて調整します。そしたら先ほど線が中心から現れるエフェクトはすでに作ってあるので、前のタイトルに戻って2つの円のアニメーションをコマンドプラス C か右クリックからコピーを選択してコピーします。そしたら今度の指パッチのタイトルを選択した状態でコマンドプラス V を押してエフェクトをコピーします。これでアニメーションがかかりますが、一つだけアンカーポイントだけは変わっていますので、両方のアンカーポイントは手の位置に合わせておくようにしましょう。次は線ではなくてシャボン玉を作ってみましょう。レガシータイトルを開いたらペンツールで丸を書いていきます。まあ綺麗なまん丸じゃない方が手書き感が出るのでいいのではないでしょうか。青いお空が欲しいなら探してごらん、シャボン玉。ということで反射の感じもうまく描けたら、線幅などを調整してこれまでと同じようにタイムラインに挿入していきます。そうしたらシャボン玉が下から上にスーッと飛ぶように位置のところにキーフレームを打って、モーションを上へと動かしていきましょう。
この時拡大してみますが、まあ、見えにくいんですけれども、このレバーみたいなのを引っ張ることで、まあ、カーブして S 字にシャボン玉が上がるようにすることができます。そしたら上へと上がる速度も一定だとちょっとおかしいので、イーズインそしてイーズアウトを適用してここで一旦置いておきましょう。そしたら続いては割れたシャボン玉です。まあ割れたシャボン玉なので結構適当にペンツールで描いていきます。エモいアニメを作るなら壊してごらんシャボン玉ってことで、壊れる段階のシャボンを作って、先ほどのシャボン玉の上にスケールでだいたい同じ位置へと配置しておきます。ここではアニメの要領でこの壊れるシャボン玉はワンフレームしか使いません。なのでワンフレームを残してあとは削除します。そしてパンと割れる衝撃をつけるために手を叩いた時の花火のようなアニメを後ろに持っていきましょう。はい、この上に上がっていくシャボンと、そして壊れたシャボン、それと壊れた衝撃の花火で一通りのシャボン玉のアニメーションが出来上がりましたので、これを一旦ネスト化しておきます。まあシャボンとか適当に名前をつけておいてください。あとはこのシャボン玉アニメーションをコピーすることでいくらでも使い回すことができますが、ここでコピーしたシャボン玉を反対の動きをさせるためにエフェクトのところからトランスフォーム、そして水平反転を適用してシャボンの動きを反対方向に適用することができます。はい、あとはコピーしたりすればこんな感じで一通りのアニメーションができました。まあ、最後にさっきのシャボンのようにワンフレームずつ細かいアニメーションを作るのであれば、こんな感じでいつものようにレガシータイトルからペンツールで線を描いたら、ワンフレームだけ残しておいて再びこのクリップをコピーしてみます。そしたらこの線を次の動きのアニメーションのように動かして、これもまたワンフレームだけ残しておいて、また次のシーンでもコピーして、また微妙に線の位置を動かすことで、まあパラパラ漫画の要領でアニメーションを作ることができます。何度も使い回せるようにこれもネスト化するといいんではないでしょうか。はい、あとは足の位置とかに合わせてコピーしまくることでアニメーションが完成します。まあお絵描き好きにはとても楽しいアニメーションになったのではないでしょうか。はい、ということでこの動画は以上です。それでは最後まで見てくださり本当にありがとうございます。いつか会える日を。またこの動画が少しでもためになったなと思ったら、いいねやシェア、もしくはチャンネル登録をお願いします。